任天堂スイッチプレゼント企画実施中、詳しくは動画概要欄から。はい、というわけで春パパでございます。いやー、今日ね昼過ぎぐらいにさ、ちょっといつもより長いなんかアップデートでなんかログインできなかったわけですよ。はいどうでもいい。アルババでございます。というわけで今日もね、小屋コーデやっていこうと思うんですけれども。今日なんですけれども、こちらショップご覧ください。ポーン！はい。幸運を呼ぶ招き猫お得パック&イベント襲来ということで。はい、この。はい。新宿にいるホストみたいなやつがね、このなんか変な格好してますけれども。いや、これはね、かっこいいという表現は苦しいね、これね。やばいっすね、これね。なんか大道芸人みたいですね。さあ、というわけでね、今日ね、なんかアップデート入って、いろんなものが追加されたのを見ていこうと思います。はい、こちら、ドン。衣装のセットの、まあ、こちらですよね。こちらと、あとは、銃器。短期間銃のおこしきっすね。これはね、ちょっと欲しいっすよ。これ、撃破エフェクトは大したことない。まあ、ダイヤで買えるので、別にね、そんなに、あれなんですけど、まあ、大したことはない。ただね、これ、可愛い猫が。これ、なんか全画面できないね。全画面できない。終わり。次、いきます。次はですね、アイテムから先行きましょうか。飛行グッズ。あ、これは、なんかお金貯まりそうじゃないこれ。しかもなんかさ、これよく見て、下の方にさ、ガスボンベかなんかあんじゃん。これ何、上がるもんじゃないの？普通気球でしょ？これ上がるんじゃないの？下がるのね。はい。次、リュック。リュックじゃない、エモートか、エモート。エモートでこれですね。お猫の、はい、はい、なんか、はい、気持ち悪い、はい、気持ち悪い。はい。いや、これは男らしい。いや、これ欲しいですね。なんかこれでもさ、なんかイベントで取れるんだよね。通常マッチをなんか3回勝利するともらえるみたいな感じだと思うんですけれども。これはどういう条件なの？これ購入なんだ。あ、購入だ。まあ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 、今は今、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 今。ポーン！はい。乗り物ワゴン車ということで、このね、小耳バス。バスじゃない、ワゴン。なんかね、これもうすでにクラクションさ、なんか猫っぽいクラクションになるかなと思いきや、普通のプープープーだったらしいので、まあそれはね、まあネタバレなんですけれども、まあまあまあ、なんかまあ人さんの動画見ちゃったんですよ。はい、というわけで今日はね、こちらのね、ガチャを引いておこうと思うんですけれども、まあ60金券ですね。大したことはない。大したことはないっていう表現すると勘違いされてしまうんですけれども、まあ、バトルパスと比べると大したことはない。2分の1以下の、ね、値段なので、用意した金券はこちら、5500金券ということで、倍大1万円ぐらいですね。やっていこうと思います。さあ、早速行きましょう。こんな感じか。とりあえずパラシュート欲しいな。パラシュートと、あ、これはもう体験ね。お越し機は別にダイヤで買えるどうでもいいです。まあ、セット服、これまあ、使わないだろうけどね。まあ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 。え、にゃんこ、にゃんこ大先生。これにゃんこ大先生ですね。商売繁盛、にゃん。舐めてんのか、これ。はい、というわけで、こちら、お、え？ 0.768%。これさ、当たるっしょ。だって、あ、もうほぼ、130回ぐらい当たるみたいな。俺の計算値間違ってたらごめんなさい。まあ、150回ぐらいか。ということは、10連で600なので、あ、100連できないのか。あ、そうかそうかそうか。まだまだ、2分の1ぐらいの確率当たるのね、大体当たると思います。早速やっていきましょう。どうしようかな。今回ね、5連ずつでいこうかなと思います。で、サクサク引いていくのが目標です。俺、1回1回ね、長い。いやー、今のはさ、みたいな、長い、つまんない話をね、いきます。ポン。はいはい。なあなあなあ。はいはいはい。せい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 。はい、ポン。はい、来ないね。はい、来ないね。はい、来ないね。はいはいはい。はい、なんだこれ、なんだこれ。スラックスみたいなのだけど。ああ、全然来ないね。はいはい。全然来ない、全然来ない。ああ、パラシュートもね、1週間だけ限定で、ね、遊ばしてくれると。優しいっすね。ああ、なるほど、ありがとう。はいはいはい。猫のにゃんこ公式もね、体験でね、お願いしますと。1万円かけたのでそろそろ来ないと泣きちゃいそうだと。泣きちゃいそうだけど。おお、周囲喉痛めた。来ましたね、にゃんこ大先生。よし、これで OK。 もういらない、もうあといらないでしょ。あとは、あ、パラシュートないやん。コスチュームはいらないので、これ欲しいな、パラシュート。ちょ、待って、パラシュート買えない、これ。もうちょっと金券無駄でしょ。フェアリーテイルのさ、なんかね、復刻来るんで、あんまり書きたくないですよね。パラシュート飛行グッズ購入。あ、高っ。マジンガー Z？ 高くね、当たるかな。ちょっと待って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 、一回押すか。高くね？ちょっと待って。何パパラシュートの名前がわかんないんだけど、ちょっと待って。パラシュートなんて名前なの？マネキンにゃんこ。1.5% でしょ？だから要するに 90%。もうすぐ出るよね。いやいやいや、俺。いや、逆によ、ガチャ引けっていう概念もあるんですけど、逆に出なかった時、皆さん多分おこになりますよ。もういい時やがったやん、みたいな。なので、今回は、買います。大人なんでね、僕ね。いや、これ1600金券とか。あー、買っちゃった。で、まあ、3期間中、これもつけて買いましょう。これはね、まあ、ダイヤでいただけるというので、無料でね、買えるということなので、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。で、ちょっと、付き合いできますね。
はい、というわけで、まあ早速ね、ちょっと一戦やっていきましょうか。とりあえずさ、この、マントが邪魔、マントがちょっとよく着替えてきます。マント邪魔やな、これ。マントがえげつない邪魔。はい、これでいいかな。はい、かわいいですね、猫ね。猫ちゃんかわいいね。猫ちゃん、おい、邪魔やね。手振んな、これ。いきます、ポン。いやー、てかさ、一番の衝撃は、猫ワゴンよりもさ、パラシュート。3000円です、あれ。飛ぶのに3000円です。はい、ありがとうございます。まあでもね、まあ言うて1600金券って10連3回引けないじゃん。なので、どっちかっつとね、買っちゃった。脳内がほんとね、バグってるね、俺ね。まあとりあえず今回、猫バス乗れればいいのよ、猫ワゴンか。猫バスと間違えんな。はい、どうも皆さん、こんにちは。笑福亭鶴光でございます。鶴、鶴。はい、どうも皆さん、こんにちは。笑福亭鶴光でございます。鶴、鶴。よし、お前ら。今日はな、今からゲリラ大会、噛んだ。今からな、お前らゲリラ大会を想定しろ。よーし、ありがとう、ありがとう。全部俺のためにありがとう、この花太郎の。ありがとう、ありがとう、ありがとう。今からソロ大会みたいなもんだ、これ。ゲリラのソロ大会だ。優勝者には iTunes カード、1500円分もらえるかもしれない。さあ、行くぞ。男に見込まれてるな。バイバイキーン。さあ、というわけでね、やっていきましょう。今の人面白かったな。武士だったよ。男に見込まれなくて。おじさんとおじさんの絡みっていうのはね、なかなか。さてさて、猫にゃんこワゴンあるかな。おお、すげえ、猫ちゃん。ちょっと待って、猫ちゃん見たい。猫ちゃん見れない。猫ちゃん、あ、すげえ来てる、すげえ来てる。これはね、一旦回避、一旦回避系の、一旦回避系。猫ちゃん見れなくね、でかすぎて。ちょ、なになになに、あったあったあった。オッケーオッケーオッケー。はい、さよなら。さよならバス。ふふふふふ、いいよいいよ。何人おるぞね、あそこ。4人ぐらいいたでしょ。奥の方から行くか、危ねえな今。まあここだったらなんとかなっかな。いる、いない、やめてよ、やめてよ。初手武器持ってかないしね、とりあえずね。はいはい。お、おこしき来た。今日はこれ使ってっか、おこしき。おこしきにゃんこ先生。ショットガンほどいらないものはない。おこしき使いたいけどさ、ショットガン、おこしきとショットガンでいく？さすがにアサルトだよな。シャキーン。お、いいっすね。なかなかいいっすね。こっちから見ると俺しか見えない。こっちから見るといいっすね。にゃんこ大先生かわいいっすね。よし、オッケー、行こう。サムネが取れたぜ。よいしょ。ちょ、こっからちょっと VC つけながらやると危ないんで。やめましょう、これ。素になっちゃうって。いや、おこしき縛りはなかなかっすよ。おこ縛り。おこ縛り。なんか怪しいな。よし。これで勝てたら最高だよね。決勝であの男に二言はねえなと会えるかな。てか、まだ乗っ、まあ、車乗ってないんで、ちょっと死んだらやり直すっていうの。切ない。死んだらやり直します。はい。ハチスコゲット。今何つった俺。ゲットつった。あ、セダンあった。どこ行こうかな。セダンの方がいいんだけどね。今回ちょっと目標が違うんで。何かな、ワゴン車。普段はさ、毛嫌いしてるけどね。今日に関してはワゴン車に乗りたい。見てくれてる皆さんのために、私はワゴン車に乗りたい。私は強い。あなたたちを強い。噛みすぎたな。これさ、どうしようかな。50発は強みだよね。ドリンクないんですけど、これどうなってるの。ドリンク協会の先生いない？ちょっとなんかちょっと減った体力って嫌じゃない？なんかちょっと体力減ってると、これ暇な時回復して。あー、アサルト。これいらない。アサルトはいらない。アサルトは甘え。甘えだから、こんな。甘えるね、ほんとアサルトに。いや、これ待ってよ。アサルトと、これがいらなくねえか、逆に。いや、でもそうすると、おこしき俺使わなくなっちゃうから。最終局面ですら使わなくなっちゃうから。ダメなんすよ。使わなくなっちゃうから、やっぱり。今回は、まあ、マジでもうこれでいく。しゃあない。しゃあない。そういう企画やから。バス乗るまでね、バスじゃねえや。ワゴン車乗るまで帰れませんだから。ねえかな。ちょっとガソリン持っとくか。てか、ドリンクよ。このゲームドリンクってあったっけ、そもそも。たま、あ、来た来た、やべやべ、来ちゃった来ちゃった、めっちゃゆっくりやん。オブレイ、やっぱり早いね、小機関銃と。すごいな。ナイスですが、すごいな。ワゴン車乗りただけなんだ俺は。よし、とりあえずワゴン車。あ、これはいる、これはいる、これはいるで、これがいらない。普段だったら5ミリ5ミリずっと言い続けてるのにさ。行くか。俺は何を漁ってたんだ。あ、物資。いや、物資。物資は欲しくない。欲しくない、物資は私は。いや、でも AWM の可能性を秘めてるから。AW トイレあるかな？だいたいここ誰もいないから。AUG 欲しいけど、欲しかった、ありがとう、今まで AUG。なんやねん、これ AUG 取れないゲーム。いや、おこしき最強やから。いや、最強ってわけじゃないけど、今回は、おこしきでね、やっていきたいっていうこの思い。やっぱりさ、ガチャで出した、ガチャで出してねえな。おこしきが、お、あったー、見つけたー、見つけた、見つけました、皆さん見つけました。いや、もう車なんかいらない。車なんかいらない。ダーもういらない、車なんか。いきますよ。3、2、1、はい。おー。おー、
なんかすごいな、なんか敵に見つけてくださいって言ってるみたいなもんだよねこれね。クラクション普通と、イエーイ、バスの旅、バスやね、ワゴンの旅、何回間違えんねん俺は。ワゴン車の旅、これアンチがい、イエーイ、猫ワゴンちゃん、かわいいっすねこれね。なんかかわ鈴3つつけて、なんか鈴のさ、なんかちょっと欲しかったよね。おいーバカヤロー、なんかちょっと欲しかった気がするけどね。なんかエフェクトとかさ、なんか例えばさ、猫の足跡とか後ろファーっとさ、紅葉まくられみたいになったらさ、ちょっと可愛くない？うん。ただまあね、そんなもんか。力の入れてなさがすごいわかるよね。とりあえずダイソーいたわみたいな。まあでも出ないよりは嬉しい。なんかいろんなワゴンが出た方がなんかいいかな。あー、セダンある、セダン乗りてー。でも中途半端にセダン乗って、どうせ途中で俺死ぬじゃん。どうせ途中で死ぬのに中途半端になんか色気出してセダン乗って死ぬってのが一番かっこ悪いから、やっぱこのまま行こう。どうしようかな、猫式ヤオタイどこ行こうかな。いやー、でもセダンを破壊してさ、猫ワゴン乗ってる人なかなかねえどうかしてるぜでしかない。お、ちょっと撃たれてる、どこどこ、後ろ、どこ、見えないんだけど。見えない時はいなかったと一緒、耐久値も減ってないっていう。あ、やだ、待って、これを後ろに隠して、いるね、やるな。オッケー、大丈夫、こんなところでやるやつ大丈夫か。はい、というわけで、今回のですね、まあガチャですね。ガチャは、実際2000金券ぐらい、3000使ったか、3000使ったね、うん、3000も使ったね6000ぐらい使ったね。まあというわけで当たったので、まあ6000円で、バスと同じ価格かいまあでもこれガチャしか出ないよね多分ね。ちょっと待って、ガチャしか出ないよね。変えたら面白いけど、笑っちゃうけど、変えたらワロスだけど、あ、所持中だから見れないの、多分これ変えないよね。ちょっと待って、バス爆発発、待って、バスがないバスないんやけど、選択肢にバスないんやけど、ショップで、ね、ショップの選択肢にバスないんやけどどうでもいいかまあとりあえず3000金券くらい取れたので、まあ買ったのと同じぐらいですね。まあとりあえずバス、まあでもバスも可愛いからね、まあ、とりあえず重要あんのかな。まあ、おこしきに関しては、ただなんか、ぬいぐるみがくっついてるだけなので、まあ、ダイヤなのでね、欲しい方買っていただきたいと思います。はい。一番高いなというか、まあ、辛いなと思ったのは、猫のパラシュート。はい。ご視聴ありがとうございました。俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ。文句があるなら、俺に言え。くだらないライムは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり、 Listen on the country, Hologlights, 手紙も淡いな。